カフェのコーナーパート2です。引き続きラリードライバーの新井俊博選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからはですね、9月に行われる全日本ラリー第8戦ラリー北海道についてお話を伺います、はい。さて、去年も行われた大会でありますけれども、はい、どうでしょう、まずコースの印象からお聞かせいただけますか。そうですね、ラリー北海道ここ何年も全然コースが変わってないので、やっぱり北海道らしいそのすごく速くて道の広いところあったり狭いところあったり結構路面状況もセンサーは別なところが多くて、難しいラリーはラリーですね、ポイントとなってくるのはどのあたりになりそうですか。そうですね、やっぱりパンクさせないで走りきるのがやっぱり一番かなというところがあるのと、やっぱり車速が高いんで200キロ以上出ちゃうところが結構あるので、それちょっとちっちゃい石でも横に当たるとすぐパンクするのでその辺の難しさはありますよね、どのぐらいの石は避けた方がいい、どのぐらいの石は踏んでもいいよっていう判断をしながら走らなきゃいけないので、そこはちょっと難しいですね、次のラリー北海道も含めて残り3戦ですか。そうですね、残り3戦ということですけども、ドライバーズポイントの争いもかなり激しくなってますね。そうですね、うちのクラスだけね、その根田原選手と勝田選手と私でほとんど多分3点差ぐらいの間に全部いて、みんな105点106点とかそんな感じ で次はヒロキなんですけど、ヒロキは3回分のポイントでそこまで来ちゃってるので、カッサ選手と多分田原選手はもうほとんどフルの6戦なので多分加算ができないんかなと思うんですよね。だそうなってくると次からが実際のその加点がどのぐらい入ってくるかで、下の方の順位が急にバーンって上に上がってきたりするので、ヒロキのポイントが一番なんか基準になるというか、あいつのポイントでみんながかき回されるみたいなそういう感じですね。ラリー同様にドライバーズポイント争いでもそうですね、ヒロキさんが一つキーポイントになっているような印象もありますけれども、シーズンの勝負どころというようなところですかね。なるほど、そのラリー北海道に向けても、開催が9月の20日ということなので、しばらく時間ができますね。そうですね、時間あってもね、うち そのチームで2台今メンテナンスしてて、結構ねそのトップカテゴリーの2台の車で結構大変なんですよ、だから結構メカニックは忙しいですよね、夏ね、その1ヶ月半ぐらいあるんですけど、途中に夏休みが入ったりとか、いろんなね、その他にもイベントがここに入ってきたりとかして、その間に車をこっち使ってあっち使ってって、どんどんここに本当にシャッフルみたいな使い方をするので、そうすると結構難しいんですよね。今後の出演のイベントなどについても伺っておきたいのですが、そうですね、イベントというかね、夏休みにいつもやってる新井道場ということで、ダートラジオでちょっと教えながらみんなで楽しく走れればなっていうのを、10日の日の座和で12、13で門前って輪島の手前でやったりですね、あとは8月末にちょっと遠いんですが、青森の方でトークスーバルさんのイベントで、そこもダートなんですけど、そこもダートの道場走行とかいろいろイベントやったりとか、あとはお祭りでデボナやったりとか、そういうのもあったりとかですね、結構忙しく、ただ北海道前までは土日がほとんど全部いっぱいぐらいのイベントはやりますね。なるほど、先ほどあったこの新井道場ですか、8月の10日が、長野県ですかね、野沢温泉、で、石川県の輪島市門前の方で、12日と13日ですか、そこでも行われるということ、これはその希望された方、そうですね、ちょっとダート走ってみたいなって方でも、ちょっと普通のコースちょっとあれなんですけど、野沢温泉の場合はほとんど平らなところで初心者向けのそういうなんていうか講習みたいなのもするので、ちょっと走ったことあるような人だったら少し走れるかなと思うので、もしね、興味がある人でもいればあれかなと思いますし、ちょっとおっかないなって人は見に来てもらってもいいかなと思いますけど、多くのファンの方と触れ合える、この時間っていうのは新井さんにとってもどんな時間ですか。そうですね、ラリーの最中っていうのは逆にあんまりね、やっぱりピーピー来てやってる時も多いので、なかなかそういうファンサービスみたいなことって、手が行き届かなかったりとかするんですけど、イベントの時はね全然あれなんで、ぜひ来ていただければと思いますし、非常にスバルの良さとかそういうのもね、そういう時の方が伝えやすいかなとか、なるほど、成績の場合はね本当に山になったり谷になったりいろいろするので、いいか悪いかあんまりあれなんですけど、そのイベントの時はね本当に良さが分かるかなと思います。ぜひ来てもらえればなと思います。分かりました、全日本ラリー選手権第8戦ですが、ラリー北海道は9月20日から行われます。では最後に第8戦に向けての意味をお願いします。そうですね、多分今年の天王山になるのがそのラリー北海道かなという気がしているので、
まあね、私とヒロキと両方でね、ワンツー取れて、うん、私が1の方がいいんですけどね、まあまあ、どっちが1番、2番でもいいですけど、まあ、頑張ってね、ちゃんと走り切れるように、行っていきたいなと思います。はい、第8戦期待しています。はい、ありがとうございます。カフェのコーナーパート2、ここまでラリードライバーの新井俊博選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。